お疲れ様スラットです。今日はですね、こちら不人気デッキやっていきます。はい、ということで、不人気デッキ、不人気カードを集めたデッキでございます。さあ、こちらの8枚ね、クラロワ109枚のうちの、ワーストトップ8、はい、下から8枚でございます。クラロワで最も、使われてない8枚でございます。はい、まあでもそう見ると、え、ネクロウィザードはとか、まあ思う方もいると思うんですけど、一応参考にしたのは展開以上の、使用率のランキングです。はい、このモードの展開いったそれより上の人たちの、デートです。はい、なので、またトロタイとかでもまた変わってくるかもしれません。まあ世界上位ではね、疲れないいわゆるゴミカードと呼ばれるね、カードたちでございますが、まあいかがなもんかなといったところでやっていきましょう。さあ、まあ1枚だと弱っちでもね、やっぱ弱っちがいっぱい集まれば強い説とかも出てくんのか、クラロワで。まあ可能性としてはあるからね。うわー、やべえな。ああ、やだね。まあ、でも相手のデッキもイカれてると救いだな、それ。イカれた対決だったらちょっと強そうや。うわー、マジババコヤいる？これ6個っすね。はい、ちなみにババコヤ五分小屋大分ぐらいはね、マジで最近使用率 0% 重視的な感じの立ち位置にいる。うん、ほんまにかわいそう。あー、マジやだな。ちょっと待ってくれ。呪文がね、あの黒もあるんですけど、嫌な雨とかないんでね、あの後ろの木は残ったら終わります。あのウィザード強いぞ。いいね、ババもついでに。ちょっといいんじゃないこれで。右も縦線いって、これどっちか黒あります。早くコス、早く使わなければどっちかあるぞ。こっちか。じゃあ、ほっ、ういお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 い、弱っちの逆襲のいいねいやマジ全員瀕死。いやでも弱いやつらも集まればチリツモってことよね。1体だと大したことなくても、弱いやつらが力を合わせればなんとかなんのよ。知らんけどさあの小屋ってさ、意外と便利だよな。はい、これでいいもんか。あー、悲しい。偉いねそれ。でも結構入ってくれそうじゃない。これはもういいでしょ、仕方ない。ネクロドとウィザードってさ、どっちがいいんだろうね。なんかファルチェは多少使われるんですよね。なんか、まあ、ネクロにもウィザードにも強いもんで、まあ、ただそれだけか。まあ、HP 高いし、そこのなんかね、統一感あってもいいですけどね。お、うわ、いや縦線ついにょん。いや、クローンがいいのか。いいね、クローンもそんな使われてないんだって。まあ環境とかもあると思いますね。はい、今僕がこの撮ってる時点ではなんで、まあ、タイミングとか、また小屋が強化されるとね、またそういうのもまた変わってくると思うんですけども、今の段階だと、あいーきつい。ワンパン、いや、ウィザードもステータスは悪くないんですけどね、もっと優秀な奴らがいっぱいいるっていうだけだって。マジバレー飛んできたらきついんだよな。マジで世界で2番目ぐらいに惨めなクローン。うわー、いやマジ柳目か。柳目なら可能性あるな。テンプレじゃないことが分かった。よし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 。いや、殴るな範囲で。まあ、メガライダー7コスなんでね。それに6コスなんで。さあ、顔面。いや、施設はいっぱいあんのよ。いや、ゴブリンバレルか。ウィザードか、縦線。どっちも使いたくねえな。わあ。
やばいやばい、全てが良くない方向に、やばい、痛すぎる痛すぎる、気づいたら負け取りやん、本当にやり直し機能ないんかよクラロワってさ。基本的にゲームってあるやん、対戦抜けるみたいなさ機能がさ、何でもあるやん、一時停止的なね。あークララもねえの自分でやれってことか、タスクキルがそれだよってことだよね。いやなんか気づいたらボッコボコにされてるんだよ、嘘やん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 、いやまだ諦めるんだよ、まだって親衛隊も出してねえよ、ネクロももしかしたら出してねえよ。おお、いやこれミスったな、いやこれでプリンセスがね嫌なんだよね俺は。あれライトニング打ってくんねえかな、ちょっとありそうだよね、どうしたそんなとこから打つな、いやマジ手札周り悪い、ちょっと待って、えぐ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 、嘘やん嘘やん嘘やん、死んでいく、一応いくけどさ、いやもうやだやだ、俺こんなクロロしたくないよ、ちょっと待ってちょっと待ってくれちょっと待ってくれ、まあさっきのはちょっと強すぎたよね、いやーまあ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 、まあ、これぐらいは覚悟してましたけど、序盤に、あてめえマジで、いやープリンセスとかねマジックアーチャーとかね遠距離系渋クローン矢の雨にしたいもんね、まあ、矢の雨にして勝てるんかって話になるんですけど、序盤のダメージ防ぎたいけど防げないよな、あんま動かない。さあババア、ゴブ小屋オーブン縦線とかは結構コスパもいいカードではある、まあ、3,4 コスなんで、まあ、働かなくてもそんなねリスクが大きいカードではないというか、うん、まあまあまあ 3,4 コスならってなるけど、ネクロウィザード5コス使ってんすよね、深淵隊も、それでそんだけってなっちゃうんでね、ヤナメ欲しい、これこれ5かヤナメかで相手のめっちゃ変わるけど、ウィザードネクロ、これ相手がヤナメだった時バカ強えぞ、えっ、英語じゃ、英語じゃね、なんだったっけ最初の一番。スケキンか。いや、エリゴルだ。熱い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 。熱いのか、ちょっと待って。わかんねえ。熱いのか。ヒーラーがいないエリゴルだ、なはずなんですよ。この方は。ヒーラーいると、絶望ではあるけど、ヒーラーいないなら、どうなんだ相性いいのかもわかんねえよ、こんなの。さあ。お姉戦士スケキン、まあネクロとウィザードどっちが大事かってことだよな、まあ、どっちもそんなだけど、うわー、まあ、守れるかな、いやでもそんなコストはないから、相手もこれぶっ破することしかないから、ウィザードで全てを焼き尽くせ、え熱い熱い熱い、待って待って待って、ウィザード熱っえちゃって強いよえほんまに普段使わねえからさ、そのたまに活躍するやん、ウィザードもネクロで使われるとうわーやだわってなるけど、マジでさ使わないからほぼ凄さを感じることがないからさ、びっくりするよ、本で活躍されると。やべ、ごめんなさい。いやネクロはどうなんだ、さっきウィザードだいぶ頑張った、クローンは今いらない、いやネクロネクロ、うん、ネクロはおばあちゃん、さすがに、いやでもだいぶ悪くない流れしてない、アバカいるかな、さっきからすげえ思うんだよね、
一応置いとくか。これ小屋のいいとこはね、攻めながら守れるし待てる。ウィザードが最強なことだけ分かったんで、相手がね呪文5分ともう1枚使わないとね突破できないんでね、ウィザードに。そしたらレイジか、そしたら出せばいいんだね俺は。今何もないんで確実に残る。で新鋭手が刺さる。で俺は静かに小屋を置く。いいね。でこの小屋で勝ちたい。よし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 。なんなら槍ゴムにクローンってダメージ稼ぐからな。そろそろ狙ってます。お、いやネクロ、ネクロ残る。いいねいいね。いやまあこれは難しいところで縦の戦士にしよう。いやウィザード、え、ウィザード、まあまあまあその程度だよね働かなくなった瞬間厳しい。これいる？な、一回やってみようや一回な。マジ意味があるんかって話ですけど、そんなことするとマジで負けそうになってるやん。本気で本気で負けそうならさ、おい、ファイヤーおじさん、もしかしてファイヤー、あぶねえいや気づいたら負けそうだもんな。気づいたら負けてるし。こういうのもね、なんか1枚何でもいいんですけど1コストとか入ってるとやっぱ強いカードをね1コストで回して メインでそれを何回も出せるみたいなのができるんですけど、さっきの試合だったらウィザード出しまくるみたいなのできるけど、小屋を置きまくるとかそれができないからな。重いし使いづらいしボムディがね、いやマジアチョールブレイカーだったらもうサレンダーサレンダー一旦。相手が攻めマジアチョをしてくれると可能性はすごいあって、そしたら端前し、お、あれあるぞこれあ、美味しい。これわざとマジアチョ浮きます。なんでやねん、ウッド使ってほしい。ん、じくりじくり。いやーそれでこれか、納得いかんな今のね、それじゃあ入らないよダメージ、もう俺無理だよ。マジアチャ、マジアチャ攻めで使ってくれ。もう防衛にマジアチャ置かれたら全部ある、マジ全部ある。いやババ、いやいいね、意外とババコアに苦戦してる君。そんなことはないかポジティブすぎるか。ババコアに苦戦するわけはないか。うっ、痛いね。お、一発いいね。え、マジババコアに苦戦してない、本気で。あ、オーブンをここに置けば射抜いてくれるんだ、なるほど。で、お、そうだね、はいはいはい、オッケーオッケー。本当はここでね、端前あれが行きたいんですけどね、俺は一発使ってくんねえかな、ボムが強いんだよな。なんだこれ。いやマジでもう可能性はちょっとあるんだ、あれボム残ってんのよくねえかな。まあ関係ない、まあ一旦ねちょっとこう、あ、こいつすげえ攻めてくるなっていう思わせるのも大事だからね。キッチー、うん、やりごぶそれ怖いね。お、あのファイスピ飛んだら、お、飛んだわ。
いや左か俺何やったマジで無謀でも何でもいい。いやちょ待って、なんでそれは良くないやろ。顔面あ待って縦線出ない、なんでやろ。いやこれネグロからの親衛隊あります、持ちあります。親衛隊行ってこい。うっぶっ刺し取りに来てる。痛いウッドガール。うん、あアホ無理だと思わせといてだよね。可能性がある限り可能性はあるんだよ、ね、ギリ。呪文いいな羨ましい。あー強い、テンプルは強い。まあこれですよね、使用率低いデッキの理由。治安悪、負けれると煽られるのは終えんのこのデッキで。なんや一生使わねえぞウィザードネクロ。こや悔しいもん、許せないいやーマジか、この手札何回見てもやだな憂鬱な気分になりそうだこのデッキで。うっこれ見るだけでね、この手札がやだ。さあポイズンね。いやーこのやりこぶ入るだけで幸せだもんな。さてババコヤ置いてみるか、置くだけね。もしかしたら頑張ってくれる。さあビビドラー、まあ遅延スケラっぽいね今んとこ、まあ、確定でしょう。おおまあ、いや遅延スケラか。まあ相手がここでスケラとか打ってきてくれると勝てるかもしれないけど、まあ、打ってこないですよねあでもポイズンって、あこれ左下でよかったか。いやまあ多少の可能性はある。なんか意外と小屋がだるそう。はいはいはい、まあウィザード肝心ですね今回も一番優秀で。これタルキテ届くかなこの1ウィザード。ウィザード強い。あーいやきつ、やりゴブ入ってくれ。うーやりゴブすら入らない。いやでも宝石が壊れてくれるのはでかくて、ちょマジ小屋で頑張ろう。ネクロと親衛隊は解雇したいな。いやマジ頑張れはしそうなんだよな。可能性ね、ネクロ全然仕事せんやん。嘘。ごめんなさい。ああ。待ってくれ。嘘や。嘘やって言ってくれ。いやこれ美味しいんだよなマジ、本当だったら。普段の俺だったら喜んでるけど今日の俺は止まらない
止まらないんですよ。そうか。あ、治安悪っ、ちょっと待って、あ、参照です、無理でしたらちょっと皆さん、やってみてください。ヘナチョコ8枚、ヘナチョコです。たまにいるとことが出るからね、こういうので。まあ出ないっすよね。